方が強いんですよ。うん、プレーン増加にされるので戻せましちゃうもんね、はい、なのでそこの枚数差で少し高橋選手に分があるかな。しかし市川選手の方はベンデリオンの三人衆、ベンデリオン三人衆というゲームを動かす、はい、自分から相手に対して動けれるカードを持ってるので、そこがメインボードは差になると思いますね。2枚入ってるというところで、はい、さあもう盤面に出てますけども、高橋優太選手、はい、左手メインボードとしてはそんな感じですね、うん、その春章の魔導士を巡る戦いがどうなるか、うん、あとはプレンズオーカーを巡る戦いがどうなるかが2つの、キーポイントかな。はい、でそこに皆さん着目して、はい、ぜひ見てください。トップデッキ合戦になると高橋選手の方が強いので、うん、まあ、市川選手はこのベンディロン三人衆や、まあ、レリックの牽制をうまく踏まえて戦うことになるかな。もう井川さんはこのゲームというか、もう青白コンがわーって出てきた時点で、はい、もう高橋優太選手がもしかしたら概ね有利なんじゃないかということは言ってましたもんね。その青白のいっぱい 波、ね、はい、波というかね、一番最初にトップ、はい、トップ8のリストバーッと見たときに、はい、青白がたくさん勝ち上がったら高橋さんのリストが一番有利だなと思いました。まあ、理由はテフェリーの枚数とサイドボードのギディオン、身が多いんですよね。身が多いと基本的にはちょっとそのトップデッキ合戦とかさっきみたいなフルタップ合戦に強いので、はい、なので少し高橋選手に分があるかなとは思いますが、ただ払拭みたいな確定カウンターは少ないので、まあどうなるかって形ですかね。さあこの青白コントロール対決、おそらく高橋優太選手が後手を選択するんじゃないかといったところですよね、はい、先ほども例に習って、ね、先ほどもミラーマッチで後手取ってましたし、基本的には後手を取るはずですね。さあこちらの勝者が第12期の、はい、まあ、神ですよね、はい、神に向かう、うん、林さんに、林智隆さんに、はい、明日かな、明日ですね、はい、あですね、はい、高橋選手後手を選択したということ、はい、そういうゲームですよと、もう2人とももう、うん、もう高橋、もう市川選手もどうせ俺先手でしょって言いながらやってる気がするんですけど、もう窮地の中なので、はい、彼はもう、もうやはり強いですね。特に高橋選手も市川選手もかなり構築に長けたプレイヤーなので、はい、すごくそのアベレージ高いんですよね。その結構市川さんとかもそのチーム武蔵とかではやっぱそのデッキを、はい、選ぶ、まあ、選ぶ、そうですね、市川選手は本当にデッキ選択眼、で、まあ、生き抜いていると、まあ、本人もよく言ってますし、高橋選手もやはりそのデッキ選択ですとかその細かい調整で勝ち上がっている、はい、そのかなり構築、2人とも超構築派なので、あまりリミテッド寄りではないので、そういった2人のすごいいい試合が見られるんじゃないかなと。じゃあまあお互いまあ構築する力ないし環境を見る力、そうですね、非常に長けてる、はい、この今週からの来週のグランプリもすごい楽しみですね、この中で。いや、 やはり、強い、 いや彼が強いなと、いや普通に尊敬しますよ。いや分かんないですけど、要は青白コントロールこうやって勝ってきたわけじゃないですか。そうですね、で要はそうなるとグランプリまた変わってくるわけですよね。まあ、こんだけ青白が勝つと来週のグランプリでは多分青白へのガードが上がるとは思うので、はい、そうなるとねメタゲームも変わるんじゃないかなと、そこまで見越してるとかってあります？ないと思います、ね、さすがにないですか。やはり、まあ、基本的には、はい、マジックプレイヤーたるもの、まあ、出てる大会勝ちたいんで、まずその先 の来週の動向だから今っていうことは少ないんじゃないかな、まあ、まずはこの大会でベストなデッキを使おう、で来週は来週のベストなデッキを使うっていうのが一番いいんで、まず一戦一戦大事にと、はい、いや優勝するデッキタイプマジどう何かな、何が優勝するかな、いや鼻ほじって書いてますほじほじはい、なんで市川選手、まあ、マリガン、マリガン、はい、先手取った上でマリガンですからね、もうここで結構差は出てますよね、はい、しかもボトム、ただメインボードはお互い例えば週末ですとか、はい、失脚ですとか、そういうカードあるんで、そのお互い無駄牌が多いんで、意外と例えば市川選手があんまり先手なんですけど、はい、高橋選手がここから週末にもいた人すぐひっくり返るんで、まあみたいな、まあまあと意外とね、お互いこれはカバレージ用にがっちり握手して、はい、さあいよいよ2人とももう
市川選手もね、もともと第3期から6期ぐらいのモダン審でしたし、林選手もね、スタンダード審を、はい、2回なってるんですかね。すごい、うん、1回なって落ちて今なってるんで、うん、じゃあ神を知るポジションの、そうですね、2人が頂点を知る戦いという形で、はい、それでは第13期モダン審挑戦者決定戦決勝、高橋優太選手対市川優輝選手の試合をお送りしていきたいと思います。はい、じゃあ引き続き井川さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんもね、このトッププロの対決なかなか見れないと思うんで楽しんでいきましょう。いやー、そうですね、楽しんだ方が、まあ、勝ち得ということで楽しいと、はい、楽しい、あ、これ面白いですね、うん、高橋選手さっき多分さっきのゲームから反省したのかフェッチ来なかったんですよ。はい、やはりフェッチはどうせまだ切らないから、うん、別に今置く必要ないだろう。ああ、じゃあ準決勝からのその反省をもうすぐ生かしたと。はいはい、なんか多分否認持ってるっぽいんですけど、否認打つときにフェッチを切りたくないから、今フェッチを置きませんでしたね。なるほどなるほど。さっき1本目で、ね、フェッチを置いて、はい、切らなかったじゃないですか。あれを多分あの時に、あ、違ったと思ってるんでしょうね。井川さんはその時に島で良かったんじゃないかなっておっしゃってましたもんね。はい、なので、しかしここはまあ平地、あと土地が平地なので、はい、今ここは青のために置いている。さあ、市川さんの方には大阻止の遺産が戦場に出ている状態、お互い3マナ。はい、大阻止の遺産は、まあ、1枚置くんで手札へ、お、仕掛けた、お、チェイス行きました。はい、否認で打ち消しますよと。まあ、これメインボードならではですね。うん、メインボードならではというのは、はい、なぜかというとメインボードは比較的、はい、サイド5よりもカウンターの枚数が少ないんですよ。そもそも否認とかマナ露出、はい、といったカードの枚数が少ないので、その通る確率が結構あるんですね。なるほど、最初盤なら例えば、ゲイリーさんとやった時かな、はい、選手後手でとか土地たくさんのハンドキープしてたよね。はい、ああいう感じで土地たくさんで身が少ないハンドをキープしてることもあるので。なるほどなるほど。あとは、まあ、ここでもジェイスあった。あとはもしくはあれですね、市川選手の手札が弱いから、このままドローゴーしても勝てないから、もうやったっていう可能性ありますね。ああ、なるほど、もう割り切っても、そう、割り切って手札なんもないですよね。ランドランド氷の補給でこのままドローゴーしてたら負けそうだから、ここで仕掛けるのが一番いいだろうと。そうですね、待ってる間向こうもドローしてるわけで、はい、何か対処する、ね、なんかカード引かれたりするわけですから、はい、次のターンになっちゃうと謎めいた目で食らっちゃって、その高橋さんの持っているカウンターの幅が広がるので、あのターンなら、まあ、マナロー室と否認ぐらいしかないと。なるほどなるほど。はい、なので、まあ、多分その期待値、自分の勝利の期待値を考えて、まあ、先手出しダブマリだし、ならもうここで攻めるのがいいんだろうという判断でしたね。ただそこに否認が飛んできたと、はい、刺さったしジェイスも出されたという形で、まあ、ちょっと裏目にはなってしまいましたが、これが悪いプレーであるわけではないですね。まあ、ベストな選択をしたという形ですか。はい、ベストな選択だと思いますね。その手札も弱いからここで1回ブレインストームでもしないと勝てないと、もちろんこれが万有だったんじゃないかって思う方もいるかもしれないんですけども、はい、長引いて負けるんだったら今負けても一緒なんですよ。だったら自分が一番勝てる確率が高いのを選んだと、うん、なるほどなるほど。ジェイスなかったらドローゴーになって、はい、ただ一時交換しただけで済むんで、まあ、もちろん今回は高橋選手がジェイスを持ってましたが、うん、これジェイスなかったら別にね、カウンタージェイス交換しただけなんで良かったんですよね。はい、さあ、ここで交流の放球でジェイスは一応対処してますが、はい、高橋選手はテフェリー持ってます、どうでしょうか。あ、ジェイスを行った。さあ、ジェイスを出します。はい、まあ、これもあれですね、そのテフェリー対ジェイスでテフェリーが一番強いんで、はい、これカウンターされた後にそのテフェリーを取っておきたかったからテフェリーから行かなかったんだと思いますね。うん、なるほどなるほど。はい、場だけ見ると、うん、テフェリー出して、はい、まあ、バウンス、うん、氷の補給をバウンスしてジェイス帰ってきて、はい、ジェイスでブレインストームするのが一番いいんですけど、まあ、こうカウンターされるかもしれないしみたいな。我慢強いですね。そうですね、そこはそのこのマッチの一番強いカードが何かっていうのを認識した上でのプレーだと思います。うもうこれ開始にアンタップして何もなかったら、アンタップして何もなかったらもう投了してもおかしくないですね。心折れぞーって言って、あ、しかしジェイスが駆けつけてきましたか。うまい、はい、ここで高橋選手はさっきテフェリー取っといたからこのテフェリーが刺さると。なるほど。これさっきテフェリーバンしてるとジェイステフェリー対ジェイスで、はい、
まあ、テフィリーのワンドロー分は有利だけど、お互いブレインできちゃうんで、意外と分かんなくなっちゃいますね。ただ、ここでテフィリーなので、その相手のドローに対しても受けてると。はい。うん、素晴らしいですね。さあ、残しといたテフェリーが威力を十分に発揮する機会がまさに今見られそうです。さあ高橋優太選手アンタップ。さあお互いジェイスジェイスと睨み合っている盤面ではございますが、はい、うん、はい、そしてドロードロードロー、はい、でこういう風にたくさん引いても今有効牌一番良かったんです、はい、これがメインボードです。うん意外となんか圧倒的優位に見えても何も引かねえ。いや高橋さん今絶対なんじゃこりゃみたいな感じで今アクションしました、この3ドローテみたいな感じでしたね。これみたいな。これテフェリーが例えば市川さんによって否認とかされると五分ですよね。うん、なのでまだまだゲームは続くかもしれないですね、はい。さあまだ分からない状況が続くかと、はい、ちょっと高橋選手的にもこの3ドローで有効派1枚ぐらい引く想定だと思だったと思うんで、少し意外だなと。いや悩んでますね。悩んでますね。どうするのか。フェッチランドもしかもなさそうですね。あの選択が手札にあるのでフェッチができればまあいろいろ選択肢もできるんですが、市川選手の手札何枚ですか。市川選手の手札何枚ですかね。2枚ぐらいですかね。さあここで土地を置き、さて、さあ土地は6枚、しかしなかなか、はい、ということで高橋選手はテフィリー出しませんでした、ね。はい、あのこれでカウンターされたら負け、まあ、負け筋も見えちゃうので、はい、お、なんだ、はい、廃墟の地で廃墟の地を割っておこう。ほう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 。さあ割りましたよとお互い、うん、で土地をサーチしていきます。高橋選手としては、まず、シャッフルしたかったんですね。あのジェイスで積んだ、はい、あの弱いカードだった、はい、ただこれ相手のターンをしまうと相手が1マナ増えちゃうんですよね。うん、マナ出してから動くので、はい、だから今のタイミングでやったという形になります。ここだったら別にこのまま浮いたとしても使えないでしょ、うん、うん、これ何で決着つくのって来てますけど、これ何で決着つくのは基本的には片方のプレーンズウォーカーだけが生き残って勝つっていう終局図になります、うん、ただこっからだと、おっと逆に市川さんのドローは日に、え、強っ何が見ました今。日に日に呪文ハメが見えました。うーん、まあ、端的に言うと、まあ、有効牌めっちゃ引きました。はい、はい、でシャッフルをすると、なるほど、これはあれですね、市川さんからすると、うん、高橋さんがここで廃墟の地を廃墟の地に使ってきたってことはシャッフルをしたい、フェッチランドがない、はい、だから次のターン、ジェイスから廃墟の地をさせないように今させたんですね、うん、シャッフルを。なるほどなるほど。そうすると高橋さん次のジェイスのブレインストームでフェッチ引かなかった時に結末になる可能性があるので、はい、自分だけフェッチランドをキープしてるんです。はい、はあ本当だ。なのでこういったあの相手の動きを見て高橋さんが何を欲してるかっていうのを、まあ、もう推測考えながらやってる感じですね。お、さあ春秋の魔導士はハメ、はい、呪文ハメ、強い呪文ハメも春章に強いんですよ、ね。さあ2マナの呪文が打ち消されました、はい、で手札からオプトはどうぞと、ということでお互いがジェイスをコントロールする結構不思議なゲームになりましたね。でこれ出ますよ腕、ここ出ますか腕が。あ、出ますね。いやなんでさっきの高橋選手のドローもそうだ、あの廃墟の地もそうだし、市川選手の廃墟の地もすごいいいプレーでしたね、お互い。うん、そして高橋選手何引きました？カウンターかな？論理の結び目とかってもともと持ってたんですかね？いや持ってなかった気がしますね。論理の結び目と、はい、謎めいた目で引いたかな？なのでお互いカウンターを複数枚持ち合う。すごいですね。まあ否認は否認がまだ2枚ありますもんね。はい、市川さんの方は。
井川さん解説がうますぎるということで、ありがとうございます。俺がやるときも解説してほしい僕プレイヤーなんですね、まあ、もしかしたらね今後なんかで機会があれば、うん、ね、公式とかのお呼ばれするかもしれない。振り駒とノットロジックノットですね、うん、はい、すごいですねこれお互い。ただ市川選手の方が現状ちょっと有利かな。あの持ってるカウンターが軽いですよ、はい、うん、否認2マナで、まあ、謎めいた命令はやはりどこまでいっても4マナなので、うん、カウンター合戦に弱いんですよね。もしかしたらここも高橋選手エンド前にジェイスにバンスアンドローで打つかもな。そのやっぱそれは全然ありますね。うん、その重いんでこのカードが、はい、そういう打ち消しで使うよりもそういったワンドローそうバウンスですね。カウンタードローで打つのは基本的になかなかできないので、エンド前に青命令バウンスアンドローする気がしますね。僕はする派なんで、はい、しました、はい、もうやはり 青対決の、うん、謎めいた命令はかなりその足かせになるんですね。うん、4マナ払ってやることカウンターなんで、はい、2マナでできることだったりするものが4マナ、はい、まあ、そう考えるとこうやって全、まあ、インスタントで動ける、うんうん、これで相手のターンにカウンターを使わせた、うん、ので、まあ、これ謎命令って命令の仕事としては上々ですね。うん、あと高橋選手ここに追っかけてもおかしくないですね。カウンターなぜなら相手のターンだから。ああ、なるほどなるほど。うん、追いかけ、俺なら追いかけるな。さあここはどうだ。一度多分でも追いかけると市川選手は最後の否認なんで、うん、多分通すんですよ。うん、あ、通すかな。通すとジェイスがなくなるか。いやでも追いかけますねやっぱ。さあここで論理の結び目短差で X いくつだ。5ぐらいかな、16ぐらいかな。要するにフルタップになればいいやっていう感じでやってるかな。はい、うん、多分 X いくつなんだろう、ちょっとわからないですが、あ、それに対してなるほど、うん、ロナロイスもあったんですね。これだと否認だけ今手札に残しておけているので、はい、うん、否認と何でした、ルケーの道かな。さてさあここは追っかけましたが、しかし高橋選手このターンのブレインストームはま、もう、いや、合言葉、白いカードが怖い、ま、週末とルケーの道。いや、今高橋選手カウンター引きたかったんですよね。このテフェリーを通すための確定カウンターが引きたかったので、はい、今多分ピアスしかないので、うん、これだと呪文貫きしか持ってないので、くー、悔しそう。し今のシャカシャカちょっと悔しそうです、なぜ白のカードが来たんだと。そうですね、はい、でこれでまた5分、はい、うん、ただ高橋選手はグって感じですね。うん、その一番通したかったテフェリー、このテフェリー通すために今エンド前から動いたのに、はい、今度自分がフルタップしちゃったので、はい、次市川選手が動く番なんですよね。うん、このあのジェイスで、まあ、テフェリーなり、はい、まあ、春秋の魔導士なりを探しに行くターンになるので、うんうん、じゃあここでこのジェイスで持ってくるカードによっては、ただ市川選手のリストの問題点は、はい、ジェイス4テフェリー1で、まあ、ジェイスバリ出てるんで、うん、実はこのターンたくさん引いてもそんな動けない、あ、テフェリー引きましたね。お、1枚の、週末テフェリーという、1枚のテフェリーがさあ出ました。これは高橋選手一転して、そうですね、これを前のターンにしたかったわけですもんね、高橋選手は。うん、いや悩んでる、まあまだ、うん、いやかなり、そうですね、ここで1枚のテフェリーを引けたのは市川選手かなり嬉しい。このなんでこういう場の時に散ってる方がいいんですよね。はい、一応 3-2 とかの方がジェース、ね、2枚目引いてもこのターン何もできなかったので、はい、今市川選手一番引きたかったカード引けたので、いやすごいですね、よく引きましたね本当に、はい、でただまあ高橋選手はテフェリー3枚入ってるので、はい、ここからまあテフェリー引けばみたいな。例えばこれテフェリーがジェイスバウンスしてくるとして、テフェリー引けばテフェリーで、まあ、また相手のジェイスバウンスする、もしくはリングをバウンスしてジェイスが復活するのが近いので、はいはい、これそうですね、やっぱフェッチしといたのはこのジェイスが必要になるから、うん、あの戻さないようにしたんです、ね、なるほどなるほど。お、青命令、
難しい。さあここはどうするか。引いてきたのはこれはどうするかな。これは氷の宝球バウンスしてブレインストームするかな。さあ、はい、宝球をバウンス多分しますね、うん、なぜかというとこれ戻った後お互いのジェイス追放すると損するんで、うん、この氷の宝球死ぬんですよね、はい、一時的に。あの昔のカードなんで、交流代理人って今回のラブニカの剣士ありますね、はい、あれって同じ名前でも相手のしか追放しないんですよ。うーん、けどこの元祖となった氷の宝球は、はい、お互いのカードを全部追放しちゃうんで、うん、相手のジェイス消したら自分のジェイス死んじゃうんですよ。うーん、あそこで腐ってしまうよと、はい、なのでこの氷の宝球はかなり腐るでしょうね。ここからさあラブニカの回帰のカード氷の宝球、はい、廃墟の地使う？あ、で、あれか、市川選手はシャッフルしたいのか。シャッフルしたいから、はい、うん。で、ってまたジェイス対決になりましたね。またしてもジェイスが、うん。ただ、一応市川選手がテフェリー1枚分有利かな。これはまあプリンズオーカーが多い方が有利と。まあ、ワンドロー分多いですからね、単純に。高橋選手は毎ターン、まあ、1枚引いて3ドロー2戻し、市川選手は1枚引いて1枚引いて3ドローなんで、現状、まあ、市川選手がちょいちょいちょいというか、まあ、有利ですね。うん、強いね。青命令と春章かな。さここは今高橋優太さん、はい、まあ、週末、あ、流刑の道はたくさんあるのか、うん、あとはこうなると次高橋選手が春章エンド前から多分仕掛けるかな。どうだろうな。市川選手が手札に白いカード、まあ、さっき弱いって言った白いカードの流刑の道を持ってるかどうかですね、はい、この流刑の道を市川選手が戻しすぎてると実はこのテフェリーに対して2点殴るかもしれないんで、はい、まだ1本目、はい、まだ1本目です。はい、まあ、本来ミラーマッチこれぐらいグダルのこういった展開がね、うん、あでもこうやって見てて、いや、うん、でも見てて楽しいな、うん、し、うん、彼らと同じ思考できてるのも嬉しい、うん、うん、いやそんなになんか大体言ってる通りになってて嬉しいな。そうですね、もう、うん、解説というか予言者じゃないかというぐらい、うん、いや僕もね、まあ、今日全然ちょっと成績振らなかったんですけど、うん、まあ、青白コン僕も回してたんで、うん、最近マジコンラインで相当回したし、はい、まあ、それもあってこんぐらい今、うん、彼らのやりたいことが分かってるって感じですかね、うん、今日中に終わってほしいですね。僕西武新宿戦なんで、あ、これは高橋選手きつい。今ハンドの春章が完全に今この大祖神一さん、市川選手ちゃんとルケの道1枚を持ってますね。うん、さあここいや難しいな。いや通した通しました。もうこれは 2-1 バニラでいいやって感じですね。うん、殴りに行くだけで、まあそうですね、さあどうするどうする高橋。現状やはり1枚分不利で、うん、これがもう一旦続いちゃうと今度テフェリーがまあ、ね、3、4っていっちゃうと不利になっちゃうんで、うん、まあ、ここはレリック使わせるかって感じですかね。さあ使うなら使ってくださいと。てかそもそも何もない、何もないですね、うん、特に使いたいオプトとかもないのか、うんうん、西武線の新終電ね12時10分ぐらいなんですよね、うん、まあそうすればね、そういう時はまあハレルヤさんが僕のホテル代方知り合い出してくれるはずなんで、いやまあハレルヤさんは最高の会社なんでね。すごいものなんか、うん、脅迫に近い発言が今やっぱりハレルヤ最高だぜ。大丈夫かちょっと。大丈夫か大丈夫だろう。うなずく人もいれば終電切る。なんなら高橋さんもう多分終電ないですからね。いやまあでもねこれ決勝はもう本望ですからね、うんうん、さてこれ今ブレインしました。まだかな。お互いリソースカバー率数えてるのかな。あ、あ、ん、
さあ割りに行きました。んもうブレインしてました、もうしたんですかね、動いてるってことは。ああそうっぽいですね。うん、シュッと、いやこれに青命令では追いかけれない、さすがに。ちょっと待ってね、ここが、いや高橋さんもここが勝負どころだと分かってるんでしょうね。あのテフェリーを殺せるタイミングが多分今しかないから、はい、もう青命令で守ろうかなってすげえ悩んだんですよ。でも言うても、はい、謎めいた命令貴重なんで、さっきは青命令弱い、はい、そのカウンター合戦で弱いって言ったじゃないですか。今はもうカウンター合戦のターンを過ぎてて、はい、お互いトップデッキしたカードを使い合うんで、うん、あんまりお互いカウンターがもうないんですよね、はい、そうなると、まあ、謎めいた命令一番強いんで、カウンタードローになるので今貴重ですね。だからもう時と場合によるってことですよ ね、 そうですね。中盤はお互いカウンターたくさん持ち合ってて、はい、カウンター合戦するときに弱いから、エンド前にバンスドローとか打ったんですけど、だから合戦中に出てきたらあんまり良くないってだけで、はい、カウンター合戦には弱いだけです、一応通ればね、カウンタードローって2枚分、そうですよね、1枚で2枚分、そうなると中盤後半とかは一番強い、バンドなので、はい、だから中盤ぐらいが一番弱いのかな、そのお互いカウンターを持ち合ってるときが、テルマーユ。そしてさあここで、あテフェリーいますか、待望のテフェリーが来ましたね、まあ、高橋選手のリストのいいところテフェリーが多い、多い、まあまあ、今いいところって言って褒めましたが、同じチームとして調整している僕は、いやテフェリーさんさすがに多そうだろうって言って2枚で出てます、情報共有はしてますが、よって僕の方が間違っていることがもう今証明されてます、3の方が良かったということが、ちなみに春章もいや4枚はかさばるから3だろうって言って、僕は春章3ベンディロン2で出てます、はい、あんちゃんのリストも情報ももらっときながら、これが僕と彼の差です。いやでも、もしかしたらでも分からなかったってことですけど、結果としてこうなっちゃったってことですね、まあ、そうですね、結果、いやこのゲーム結果ですから、結果ですかそうや、プロだったりね、こういうゲームはね結果が全てだったりしますからね、家庭じゃないですから、ね、その競技プレーとなるとそういうことですから、しょうがないですね、勝負の世界はこういうこと。さてさて、で市川さんはやはりそのテフェリー分でどんどん手札が高橋さんより増えてるんですが、しかし徐々にカードが尽きてきてるかな、ちょっと使ってる、こういう時になると多分高橋さんも市川さんもお互い、はい、例えば春章何枚使ったとか日に何枚使ったって多分カウントしてるんですよ、はい、ただ僕らはその情報がないため、今ないため分からん、一応ですけど市川さんの方はマナ漏出が2枚入ってて、この2枚は腐りやすい、高橋さんは、スペルスピアス、はい、呪文貫きが2枚入っててこれも腐りやすい、あとはマナ漏出も入ってるから腐りやすい、みたいな感じですかね。もう今土地もたくさんありますしね、もういやいや、いやコミュニケーションはしてますよ、ただ僕が悪かっただけでかなり、なんなら綿密にコミュニケーション取ってますからね、僕らは、チームとしてチームが一緒ですからね、はい、調整チーム、いや総力戦、そうで青対決は総力戦になりますね、本当にデッキの中身勝負になるんですよね、はい、でキリキスは多分非公開でプレイしてるはずですね、やってるはずですね、非公開で いつも非公開で、あれそういやデッキリストってもうウェブに載ってますか、まもなくまもなくだそうです、デッキリストはもう 今優秀なスタッフたちが仕込んでるので、はい、皆さんに見やすい状態で、はい、お届けいたしますと、しますので、僕もねこれ自分の放送だったらもっとねなんかデッキリストを綺麗に並べるのを褒めるんですけど、何かと比較してさすがにね、はい、雇われの身ではそんなあれはできないというさあここで謎めいた命令をプレイしました、気づけばテフェリーもジェイスもいると、はい、そうですね、今高橋選手はテフェリー、謎めいた命令、謎めいた命令、これはあれですね、市川選手が腐りそうだったマナ漏出がうまく動きそうですね、はい、もうこんな終盤になるとそうそう当たらないんですけど、マナ漏出、しかし確かもあそうですね、はい、まあ、マナ高橋選手の呪文貫きは腐ってるのに、市川選手のそのマナ漏出だけうまく使えてしまった、これはもう市川選手がマウント取ってるからできることですね、
高橋選手不利なので動かなきゃいけないんですよ、はい、動くと、まあ、テフェリーの5マナ分損してるから、うん、マナ流出で当たっちゃう。そしてこれはついに、列柱が動くかな。お、殴り始めますか、うん、なるほど。先に動いた方が負けと言われながらも動かなきゃいけない状況にしたという。もう不利なんで、うん、これテフェリーはいや紋章まで行く、そんなに溜まってます、まあ、3じゃないですか今多分。4まで行ったらバウンスすると思うんでジェイスも、うん、そんなテフェリー紋章みたいなゲームには概ねならないと思いますが、うん、いやこのお互い無駄敗だったはずなのに市川さんだけマナロースと打てたのは相当でかいですね、うん、無駄な1枚が使えたわけですからね。しかも弾けたのがテフェリーと青命令っていう最上級の2枚なので、うん、大活躍ということで。さあテフェリーの中性値は今4となりましたね、はい、ここまで30分、うん、いやまあこれがあと2本続く可能性を皆さん覚悟していただけると、もう石川さんのね警戒のトークが、いやそうですよいやでも難しいですよね、こういう盤面をねちゃんとね、はい、あの言ったりしたいですし、チャレンジャーデッキ出ましたねとか。そうですね、確かにチャレンジャーデッキめっちゃ今回いいですよね、はい、っていう雑談挟んでいきますかね、はい、おそしておいや高橋選手、いや白いカードが弱いカードたちがかさばってますね。でもこうなるのは必然なんですね。なぜかというとライブラリーが薄くて白いカードは戻してフェッチしてるから、うもうライブラリー白いカード待ってる。白、驚きの白さで驚きの白さなんですよね。そのもうこうなるんですよ。もうなぜかというと使えないから、うん、まあ必然ということですね、うん、さあここはさて市川選手は謎めいた命令を持っている、うん、強い、あとはいもうここは投了と、はい、たまらず投了と。さあ30分にわたる、まあ、戦いもここではい一本市川祐希選手が取りましたと、はい、という形でね、まあ、市川選手先手ワンマリ、しかも4ターン目にジェイスをカウンターされてジェイスを出されるという絶望的な場面からなんと勝ちましたと。そうですね、まあ、やはりお互いメインボードは無駄牌が多いため、まあ、最初盤はもう高橋さん圧倒的有利だったんですけど、はい、そのブレインストームの差で高橋選手の方が序盤に白いカードを引きすぎて、はい、うまく攻めなかった、もしくは守れなかったので。そうですよね、テフェリーの、ね、出すところで、まあ、有効なものが引けず、そうです、ね、フェルピアスしかなくて打ち消されたって場面もありまして、はい、あれが一番きつかったですね、まあ、市川さんがしっかりその否認を2枚引けてた、まあ、メインに2枚しか入っていない否認なんですが、もう結構やっぱ差で響きましたね。うん、だから結構さ序盤にしてハイライトじゃないかぐらいの時のあの、うん、ジェイス打ち消されもう行くしかないなところ で、ね、結構コメントでもああ終わったかなみたいな感じもありましたけど、はい、開始でジェイス引かなかったら多分投了してましたね。市川さんジェイスカウンターされた、ジェイス出た、はい、市川さんのターンでジェイス引けなかったら多分、まあ、投了してたんじゃないかな。うん、だからまあまあまあ序盤とはいえまたやっぱ分かんないもんですよね、やってみないとね。そうですね、うん、うん、お、リスト来ました。お、あ、見てください、トップ8プロフィールとデッキリストが来たそうです。お、スタッフの皆さんありがとうございます。 お疲れ様です、はい、ぜひコメントでね、あのスタッフの皆さんにもあのねぎらいのことを今両手を挙げてね、はい、喜んでやったぞと、頑張ったぞ俺はやったぞと言ってます、ねぎらうことも大事でございますからね、はい、こういった放送もね、はい、こういったあのスタッフの方々のおかげで今配信できてるわけですから、たまたま僕たちが表に出てるだけで、これはねその裏の方々も含めたイベント、そのジャッジもそうですし、そうですそうです、カバレのスタッフもそうですし、みんなでお届けしてるんでね、本当に、はい、当たり前のことに感謝していきましょうと。ありがとうございま す, といますさてサイドボードですね、高橋選手はサージカルは全部抜いてるかな。うん、うん、さて、まあ、簡単に話すと市川選手の入れそうなカードは、はい、軽蔑的な一撃、うん、払拭、否認、はい、以上で、まあ、僕は清見た援軍1枚入れるかな、ぐらいですかね、で抜くカードは、まあ、流刑の道ちょっと減らして、まあ失脚であってましたっけ、アウスト、はい、アウスト減らして、はい、まあ、
レリック4枚残すのかな、うん、高橋さんが春章4枚って知ってたら4枚残すかもしれないし、はい、アクセス集中いや厳しいな、ね、皆さんいや厳しいですよ、まあ、集中しちゃってるんで ね、しょうがないんですよ、うん、まあ、この時間まで働いてるっていうのは結局働き出す時間の問題ですよ、全然世の中にはね深夜まで働いてる方もいるわけですし、そうですそうです、うん、働く時間の問題であって働いてる時間は問題じゃないと、うん、そうですそうです、はい、高橋選手はまあギデオンを入れて軽蔑的入れて否認入れてベンデリオン入れてで結構多いかな、うん、入るカードが多い分やっぱり高橋優太選手の方がまあちょっとと有利かなとは思うんですが、うん、そうですね、ちょっと高橋、そうですね、単純に市川選手のサイドボードが少ないんですよね。うん、あら、2000人達成。ありがとうございます。放送2000人、すごい。いや、モダンの注目度もね、やっぱ、ね、輝きますよね、これ。来週はグランプリ横浜、うん、しかも対戦してるのがトッププロ2人、これは見るっきゃない。そして解説はプラチナプロ、そして予言者、井川義彦さんということで、はい、解説もトッププロ、お送りしております。これはね、上質ですからね、はい、だからこれ見てね、いや、じゃあ来週デッキどうしようかなって考える人もいるわけですからね。ね、うん、いやー、横浜楽しみですね。うん、楽しみですね。僕もね、まだ来週のデッキ決まってないですからね。いや、そんな無職がここに4人って、いや、無職っていうかね、一応プロプレイヤーとしてやってます、まあまあ、やってますからね、はい、確かに決勝の2人はね、専業プロなんでね、そうですよ、まさにお仕事中ですよ、うん、お仕事中、はい、うん実況はいや、無職ではないですよ、ないですね、一応、はい、まあ、本職見せてやってくださいって見してやりますよ。これ振った方がいいやつですか。いや、全然振らなくて大丈夫です。え、これ本職のネタ見せてくださいって。やばいですよ。はい。今僕、はい、今土地ゼロ枚ですから何もできないですから、ね。やばすぎます。スカードしかできない、ね。はい。まあただね、まあ今ちょっとしたね、あんまお聞こえじゃいないですけど、うん、どっかの地上波でマジックの話をする機会が出てくるかもしれないですけど、はい。今それを言ったんですけど、あ、もうゲームが始まりそうなんでまた後ほどしましょう。はい。はい、で、高橋、負けた高橋さんは後手取りました、ね。後手取りましたね。はい、もう。もう見慣れたあれですね。はい。コントロール同士。はい。最初盤はもうお互い通すカードもないんで、うん、もう堂々とタップインできると。うん。なんもないんですよね。なんもないということで。はい。さあ、ここ市川選手。まあ、一本取ってますので、ここを取ってしまえば、もう挑戦者として。そうですね、はい、現状市川選手が今、12期の挑戦者の座に、13期の挑戦者か、はい、13期神と戦う、うん、高橋さんフェッチエンド前に切った、へー、ということは土地が多めなのかな、そうでもない、珍しいな、うん、基本土地結構そのずっと非対派なんであんまりフェッチ切らないことの方が多いんですけどね、珍しいな、なんか、うん、見た目ちょっと珍しい派ですね、はい、しかし、なんだろう、選択多分土地探してるかな、うん、でサイド後は少しもうベンキープも変わりますし無駄牌もないので、うん、ここから難しいんですよね、はい、さあ廃棄の地を置いて、まあ、ここでベンデリオンを仕掛けるの可能性はあるが持ってないかな、最初盤に決まるパターンだと3ターン目ベンディリオンからの4ターン目ジェイスっていうのがすごい勝ちパターンだ、どうだ、はい、さあここで春章の窓押し、この春章とオプトを序盤に引けると結構有利なんですよね、うん、単純にこの春章の窓押しに対してリソースを使わなきゃいけないがーと、お、あー、なるほど、うん、なるほど、まあ、抜かれちゃうんで抜かれちゃうんで結局やめてよと、さあここで外科的摘出、はい、はい、解決、選択が抜かれていきます、外科的摘出はこのミラーマッチにおいて結構強いんですよね、その例えば1回カウンターしたデッキエーステフリーですとか、はい、あとは、まあ、この春章の窓押しにアドバンテージを取らせない、うん、あとは単純にその特にサイドボードはカウンターの構え合いとかもありますし、はい、その手札を見れるということがすごくアドバンテージなので、うん、ここはね、その春章の窓押しにアドバンテージを稼がせない、うん、かつ手札を確認したという形ですね、じゃあこれでだいぶ全貌がサイドコ見れましたけど、うん、はい、たあれなんですよね、確かにこれ市川さんすごいアドバンテージですね、うん、相手のデッキ全部見れるんで、はい、
多分高橋さんは入れてないんですよ、なぜかというと市川さんがレリック大卒のさんもメインからたくさん入ってたので、はい、高橋さんの方は入れづらいんですよね、避けれるんですよね、はい、大卒のさんで、うん、そこだけその市川さんにそういう意味ではサイドボーディングにちょっと有利がありますね、遺産たくさん入ってる分サージカルを入れにくい、高橋選手は入れにくい、もしくは残しにくいかな、さあここでいい情報というアドバンテージもろもろ取っていきましたけど、しかしまあ盤面は一応高橋さんの春章は、まあ、春章と、まあ、2、1番ニラとして活躍するための、はい、この2点がねコツ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 、さあゲームを決めうる2点を刻み続けるか、はい、ライフは19と16、そうですね、まあ、ルケの道何枚残してるんだろうな、まあ、3か4減らしすぎるとお互いのベンデリオンとか、列柱とか止まんなくなるんで、全部は減らさない、全部は減らさない、さあライフは19対10と、あここで仕掛けるかエンド前に、あ違った廃墟の地か、さあ廃墟の地、対象は廃墟の地、はい、ん何をした今、廃墟の地使うよ、あーなんだろうこれは、廃墟の地廃墟の地ってやるとここで色マナが吹くので、ベンデリオンを出せるんですね、だから、市川さんこれ土地1枚分この廃墟の地フィズったんで損してるんですけど、はい、ここで相手から廃墟の地打たせた分で1マナ分得してて、ここでエンド前にベンデリオン出して仕掛けるのかな、なるほどだと思いますね、じゃないとこの廃墟の地から廃墟の地って市川さん1枚土地損してるんですよ、はい、これだけフィズっちゃうんで、ただそれをやってまでここにベンデリオンを通したかったのかな、そういうプレイの多分そういう操作に見えるけど、はい、ベンデリオン持ってます、持ってないなら待ってないなら的外れじゃないと白マナ潰したい、さそのベンディリオン等出てくるのか、出てきました、で、ね、うん、で土地1枚は損したけどここでベンディリオンを出す、相手に土地を寝かせたいという、そういう仕掛けですね、でここは軽蔑を抜くのか難しいですね、これテフェリーもあるので、はい、またフルタップ合戦で例えばこれで軽蔑抜いて何か通しても、まあ、今度はテフェリーとかジェイスあるんで、しかも、まあ、またルケの道もありますし、なんでこれちょっと仕掛けた割には多分あれ市川さん的には打って札強えなって思ってるかもしれないですね、さあ脅威となるカードがたくさんあります、はい、軽蔑的抜いたのでここでまあジェイスか、まあ、何かですね、まあ、土地を1枚生贄してあげてこの仕掛けをしたので、まあ、絶対にテフェリーかジェイスがあるはずじゃないとこのアクションは多分しないと思うんだけど、ないかな、なさそうですね、なるほど、いやこれはあこれ春章サージカルで廃墟を抜いて列柱で勝つプラン、もうないと思うけどな、今のだと単純にこの市川選手が、まあ、ランド1枚分損したので結構マイナスに見えるけどな、このフィズった廃墟の地分だけ、廃墟の地って普通お互い土地持ってくるんですけど、はい、あの土地だけ持ってこれてないんですよ、対象がフィズった市川さんの分だけ、どうなんだろうな、ちょっとちょっと難しいですね、まあ、一応外科的テキストで、一応高橋さんの手札ないしデッキは見た上で、はい、まあ、一応3点対2点でダメージレースにはなるので、そういった意味で早めにベンディリオンを着地させたかった可能性はありますね、エンド前にかな、さあここで謎めいた命令、エンド前に列柱バウンスかな、テフェリー、ベンディリオンをベンディリオンをベンディリオンバウンスバウンスしました、なるほど、これは面白いですね、ベンディリオンってその瞬速あるので、はい、すぐ出せるんですけど、それをあえて戻したことによって
その、まあ、高橋さん的にはダメージレースを嫌った格好ですね。なるほど。結構興味深いですけどね、今のは。なんか基本的には土地戻しそうな盤面だったので、今までの流れだと列中をバウンスしたりしてる場面が多かったですから、もう一回出されて手札もう一回見られるのも嫌だし、相手に自分って言われて手札がルーティングされるのも嫌なんで、これ青命令するのかな。じゃあしますね。そう、ここでそう、まあ、しないんだったらさっき打たないんで、まあ、しますね。カウンタードローか。なるほど。さあここでベンディリオンは打ち消されました。はい、高橋選手、まあ、手札すごい濃厚なんですが重いんですよね、全部ジェイス、ジェイス、テフェリー、あと否認かな。でギデオもありますね。あさテフェリーは打ち消し否認で場には出ません。高橋選手の方が多分手札がちょっと強くないので頑張ってフルタップするターンになった、まあ、あの高橋さんが寝たので市川さんのターンになって、はい、これ逆に高橋さんから見ると市川選手さっきもカウンターほぼ持ってないので、じゃあ行くかと。テフェリーかな、ジェイスでブレインかな。さあ殴りに行きました。13対8。あ、すいません、フィズルは立ち消えですね。対象がなくなって立ち消えた、なのでさっきの廃墟の地は能力を使うことなく、対象が不適切になってなくなりました、すごいざっくりと空振りみたいなことですか。そうですね、空振りですね、いいですね、空振り、ジェイス、まあ、やはりテフェリーじゃなくてジェイスで、ブレインストームしてバンジャックみたいな、あ、土地も引きました、ね、しかしまあ何かを構えているわけではない、実はこれ高橋選手も何か構えてる風ですか。そうですね、市川選手から見たらすごくやりづらいですね、こういうのが。怪獣いるのかな。怪獣戻しても良さそうだが、戻さない。さ、戻そうとしてるのは島と、まあ、土地は1枚戻してもいいですね、まあ、もう1枚あるので。テフェリーは廃墟の地はされないから大丈夫。外科的テキストの2枚目の時だけテフェリーが消えちゃうので上に置きたくない気もするがって感じですかね。しかし置いた、なるほど。こう手札に置いとくか問題は難しいんですよね。そのベンディリオン3人集で送られるかもしれないし、あの外科的テキスト打たれて、はい、なんか混ざるかもしれないし、なるほど。さあそこしてるうちに高橋優太選手1本取り返しましたね、はい、1-1と。さあゲームは3ゲーム目に向かいますということで、難しいな。そうですね、さっきのあれ背景の血がフィズったところだけちょっと難しかったかな。どういった そうですね、その意図というか、その手札が強いからやったのかな、その身が多いからやったのかなと思ったんですが、どうやら、まあ、ダメージレースを仕掛けたかったみたいですね。その片方春章の魔導士に殴られ続けるのは、一方的に不利なので、2点ずつ刻まれた分こっちは3点ずつ刻もう、そのために相手の青命令を構えれないようにしてっていう形だったんだと思います、なるほど、なるほど、なるほど、なんか戻しちゃ、いやこれは入れて戻す振りかな、高橋選手、15枚入れて、いや多分ちょっとだけ戻したんで、サイドボードの白いカードとあれを入れ替えただけかな、先手系だったのか。まあ結果的そうなったっていう感じですけど、高橋選手も勝ってますから、後手ですもんね、後手ゲーですね、後手ゲーですね、しっかり終電日だ、終電があるから早くやってるってことですか、はい、市川選手も高橋選手も、でももう今はね試合のことは頭いっぱいですから、そうですね、その時間を終電は考えてなさそうですよね、お互いやはりもう2人とももう達人なので、プレー早いですね、すごい早いし正確だし、見習いたいですね。いや、プラチナプロの市川さんでも、井川さんでもまだ見習いたいっていうのはあったりするんですか。そうですね、今僕、まあ、プロツアーで、好成績を残して、まあ、プラチナっていう今ポジションではありますけど、そのポジションが別に実力を示しているわけではないと僕は思っているので、なるほど、まあ、高橋さんとか市川さんの方が僕よりもはるかに構築、特に構築かな、別にリミテッドもかな、その要するにマジック自体が彼らの方が勝ってますし、まずはと僕は思っているので、
非常に謙虚ですね。いやいや、まあ、だってもうグランプリのトップ8の回数とか違いすぎますから、ね、彼ら2人本当にすごいんで、なんでやっぱこうやって見てて、うん、ちょっと見習いたいなって今思ってますね、うん、すごい早くて正確、うん、素晴らしい。じゃもう常に、うん、もうまあゴールはないですけども常にもう、そうですね、まあ、勉強勉強じゃないですけど、まあ、このゲーム自分より上手いやつしかいないんですから基本的に。すごいですね、上手い人もいるし、うん、もう遊び方もいっぱいあるし、そうですね、最高ですよね、そう考えると最高ですね、もうアリーナもあって、うん、確かにカジュアルもあって、EGH もあってみたいな、いや、あって、やっぱ無職の方がいいのかな。まあ僕はちょっと何も言えないですけど、さあ運命の3ゲーム目スタートです。はい、今市川さんお手取ってますね。はい、うん、さあやはりお互いしっかりプレーが早い。いや悩んでますね、やっぱ今のところ高橋さん土地、あ、あと2枚あるのか、うん、これ以上土地を引きたいかどうかを悩んでますね。土地は伸ばしたいんですけど、うん、土地引きすぎると負けるんですよね、うん、土地引きすぎると負けるのでそのバランスが難しいんですよ。なるほど。先ほどはね、まあ、土地止まったりとか伸ばしたいとか言ってたんですけど、はい、もう、そう、途中からね引きすぎたら負けなんですけど、ね、うん、結局あとは中盤から終盤はそのスペルの枚数の勝負にもなりやすいんで、バランスが大事なんですね、うん、さあここは選択難しいな、はい、あ、これ遺産、この遺産はまあまあ嬉しい、相手の瞬勝を牽制しながら、まあ、先ほど、市川選手から外科的テキスト打たれたので、はい、その外科的テキストを避けることもできる。うん、しかしここはどうする。カウンター2枚構えかな今、軽蔑論理かな今持ってるの。ここは、はい、高橋選手瞬勝出したんですね。うん、さあここはさあ廃墟の地で展開の列地を割りに行きたい、これは色マナ浮かせて、あの本来4マナしかないのに5マナのアクションできるので、はい、高橋選手としてはここで廃墟の地使ってくれるのは嬉しいですね。あの瞬勝で選択打ちながら2マナが生まれるんで、はい、うん、なんでさあここで、はい、ここで結果的とかはないかな、うん、こういうのもあるので、その廃墟の地の使うタイミングが難しいんですよ、これ単純に高橋選手に今1マナ上げたので、うん、お得ってことですもんね。そう、いつか列中を対処しなきゃいけないけど、これは高橋選手は相当嬉しい、うん、なんならその4マナしかないターンで今5マナ使えたので、うん、じゃだいぶお買い得なターンとなったわけですね。ただまあ市川選手はまあこの青マナの3つ目が欲しかった、謎めいた目の問題とかの可能性もあるので、そうでもそうでもないな、だとするとまあ急いで使わなくてもよかった気もするんだけどなという、うん、まあでもどこのターンでやるかですね、次やるとフルタップになっちゃうし、はい、あのどっかでやらなきゃいけないんですよね、そのジェイスとか通した後に列柱があると思うので、じゃあそのどっかのターンが今だったってことなんですかね。はい、ただまあ結局エンド前に瞬勝出て選択してカウンター合戦とかしないんだったらあそこで1マナ上げても大して変わらないので、うん、難しいんですよね、この廃墟の地起動のタイミングも。さあここは大都市の遺産をプレイしてターンを開始と、はい、さあ市川さん5枚目の土地、はい、やはり瞬勝を引いている分だけ高橋選手が有利ですね現状。うん、この瞬勝の魔導士だけ特に選択と一緒に引いてると、はい、損をせずに2-1が出せるので、ただ毒出し毒しかもダメージも刻む、はい、さあ20-16なので結構その序盤に選択が引けるかどうかは実は結構大きいんですよね、その瞬勝を軽く出せるので。うん、お、動いた、さあ動きました、選手、まあ、自分が不利だと認識して自分から動いたって感じですかね。さあ軽蔑的な一撃、はい、ここに対して高橋選手が仕掛けるかどうかですね。ここ仕掛けてカウンターカウンターってやると次相手が動くので、うん、だいたい、まあ、市川選手もカウンター1枚分の2枚が待ってるので、はい、高橋選手がプレイ市川カウンター高橋カウンターってなると
高橋選手の何かは通るんですけど、今度また市川選手は何かトースターになるので、うん、市川選手はまあそこまで分かってて動いたはずなんですけど、何持ってるんだろうな、まあ、もう一枚ジェイスとか、うん、まあ、テフェリー持ってるとかで今動いたかどうかですね。あ、市川さんですか。市川さんジェイスがもう一枚見ましたね。やはり、はい、なんでこのままゲームしてるとこの2点分ずっと食らってそうなので、今こっちから仕掛けて動いて動いて動いてのターンにしようっていう感じですかね。まあ、今市川選手の方がかなり不利なので、うん、2点分もあり自分の瞬章だけ封じられている状態なので、うん、さあここはさあ相変わらず瞬章の窓し殴りに行きます、うん、20対14。高橋選手は仕掛けず、うんうん、なるほど。これさっき言ったこっち仕掛けるとこっち仕掛けるんですけど、はい、あの高橋選手 JS とカウンターってやって、多分テフェリーとかだと負け目ができそうなので、うん、今有利場のままカウンターを2枚構えてる、うん、なんで高橋選手は無理しない。なるほど。そういう有利な盤面は別にその有利を広げるわけじゃなくて、その現状を維持するっていう方向に。そうですね、もちろんここでジェイス出してカウンターされたら通るんですけど、多分、うん、このジェイス多分そう考えてるのかな、もしくは、うん、まあ、サイド5なので払拭と呪文貫きみたいに持たれてるとフルタップした上で通らない可能性もあるんですよ、うん、ここは市川さんは動かずターンを開始と。そうですね、市川選手ももう二の矢がなくなってしまったので、もう仕掛けれなくなっちゃいました。さあ高橋選手の瞬書の魔導士が静かにダメージを刻んでいきます。はいはい、うん、最序盤のオプト選択と瞬書のこの組み合わせを引けている分だけかなり有利ですね。やはりそうクロックができてる、そのカードの損をせずに、うん、はい、それが、まあ、素出しの瞬章だったらカード1枚使ってるんですけど、うん、選択をフラッシュバックしてるので、まあ、ワンドローついてきて、うん、カードカウント損せず 2-1 がただ出しできてる、うんうん、さあジェイスをまた引きましたか。これは仕掛けますね多分、うん、もう今は不利なのでまたジェイスやってカウンターされてを続けてやるでしょうね。で、まあ、じゃあ OK ってやってかな、はい、うん、いやジェイスたくさん引いちゃってますね。いや不利な場で引くジェイスは、ね、重い。いやジェイス、あでもこれは呪文ハメだけ打つかな。呪文ハメで追いかけてカウンターされたら通すとかの可能性はありますね。うん、でも我慢、我慢しましたね、うん、市川選手我慢ですね、はい、うん、もう市川選手もジェイス全部引いてます。4枚引いてます。あでも4枚ですかね、市川選手は今3枚引いてるかな、あともう1枚ある、まあ、手札の中に2枚ありましたね。もう2枚あります、はい、すごい JS4 連打。へえ、さあそれが炸裂するのか否か。さあライフは9、もうこれ何回殴ったって話ですよね。うん、だから5回を殴ってるのか、殴ってますね。いやもうそろそろ高橋選手も仕掛けたい、仕掛けた。さあこれがここが分かれ目になりそうですね。これ市川選手カウンター2枚で返せるので、さあ否認。あしかしいやこれ市川選手としてはかなり、いや裏目というか2マナだけの2マナじゃない。くーっとこれは本当は否認を呪文はめするつもりだったので、くっこれだったら違った、だったらこれさっき呪文ハメ使ったよみたいな感じなんですよね。ここで2枚返しで返して自分がジェイス通すはずだったんで、うん、いやーなるほど、まあ、この裏目があるならそうですね、さっきハメ呪文ハメつかなかったのめちゃくちゃ裏目にいましたね。うん、さあ論理の結び目ですね。しかし高橋選手のブレインストームはランド3枚でした、うん、特に欲しいものがなかったと、うん、行ったところでしょうか。ここで市川選手も絶対ジェイス通せるんで、まあ、エンド前にパス打ってからジェイス出すかな。パス打つかどうかな。ジェイスに殴られちゃうんでパス持ってれば打つかな市川選手は。さあどうだ。そうですね、まあ、ロジックはここでロジックノットは強かったですね。いや我慢。ここは先にジェイスブレインストームしてから考える。引きましたね。ね、
これで一応当面の問題解決して五分、まあ、ライフ分はともかくとして五分になったかな。さあここでゼロの能力か3枚引いて手札を2枚ライブラリの上に望む順番でステル3枚引きましたね。春章オプトレリック、じゃあちょっと市川さんのジェイスの方がちょっと仕事した感じがありますか。仕事した感じありますね、しかし土地がないあるかな。さあここは何を戻すか。難しいですね。かなり難しい。はい、この後の攻防も、これでも高橋選手、テフェリーがいつの間に効いていたテフェリー。このテフェリーが通るかどうかですね、次。アップキープにフェッチして、ジェイスブレインしてから、そのテフェリーを通すためのカウンターを探しに行くか。なんか誘ってますね、これ。エンド前にやる必要って基本的にほぼないので、うん、プレイ2が痛くない以外は。普通はこれアンタップしてからアップキープにフェッチするんですよね。うん、あけどまあ、どうせなんもないでしょって言って。2点今は食らってもいいけど、ベンデリオンここでスタックで出てくると嫌そうだったけどな。どうせ避けれないから一緒か。誘ってましたね、なんなら。あ、もう何、もう。動いてほしい感じでしたか。そんな感じでしたね。普段ならやらないタイミングでやったんで。さあここはライファイも19対9となってますが、ちょっとまたゲームはわからなくなりそうと、そうですね、まあ、お互いこのジェイスの場になったので、ここからはそのお強いけど違うんだと。だこれだけだとアクション数変わんないんですよね。このターン5マナ払ってカウンターされたらターンエンドですし、ちょっと違うぞと。まあ、ただ2の矢3の矢があるのは嬉しい。そう、だいぶカロリー高めな手札が来ましたけども。シンガリア祭りですね。まあ本当高橋さんのデッキはテフェリー3枚、ジェイス3枚っていうのがかなり特徴的なリストなので、そこがまあ JS4、テフェリー1の市川さんよりちょっと強いところですね、やはり。ああいう風に神話の方たちが集まってくると、まあ、ペイツーして、まあ、出すよと。ここは出すでしょうね。もうたくさんあるのでカウンターされてもいいしって。さて市川選手カウンター持ってます。呪文ハメぐらいですか。いや、呪文ハメ、マナーロース、春章は、春章は、あ、死んでるので、ああ、通りましたね。さあ、テフェリーが場に出ました。さあ、ここに対して市川さん、どう動いていくのか。そうですね、これ、まあ、高橋選手も絶対に春章を殴らないんで、ここだけはもう、その、今 1のテフェリーを守りたいんで、この春章2点投げるよりも価値が高い、はい、からどうするんでしょうね。いやスタックでフェッチするか入れてから次のターンフェッチするかで、このジェイスがどこまでゲームに影響するか。あ、もういらないや、かな。あ、殴った。あ、パスあるからいいのかな。そこで、なるほど、はい、ルゲの道で春章の魔導士は追放されてしまいました。ライフ詰めた方がいいのか。幻聴。まあ、僕もね結構出したんであれ、キッパッペはキッパッペって言いますからね。あれ実際なんて言ってるんですか、キッパッペは。キープアップペースとかっていう噂。あ、そうなんですね。どうなんですかね。マジでキッパッペにしか聞こえなくて、いやもう途中も本当キッパッペって聞きますからね。で相手がバーンバーンってチューンバーンって赤くなって終わるっていう、破裂して。確かにアリーナやってるとこのキッパッペとかのなんか音が聞こえてきますよね。勝手に幻聴かなみたいな。さあ、そうジェイスでジェイスを戻っ、下に送られたジェイスが元に戻ってきた。しかし市川選手ここから欲しいのは、いやー引いていいカードが少ないんですよね実は。ああそうなんですね。そのやはりテフェリーが入ってない、1枚しか入ってないので、こういった盤面を返せるカードがテフェリーとリングの2枚しかないんじゃないかな。
なるほど。で市川選手の方がそのなるべくタップアウト合戦をせずにカウンター合戦をしなきゃいけないリストなんですよ。高橋選手の方はどっちかっていうと、まあ、テフェリー3枚入っててお互い出し合った時に自分が出すものが多いからタップアウト合戦でいいんですよね。なるほどね。なんででも市川選手は今不利なタップアウト合戦になってるからきついと。はあ、なぜかというと通したいカードが少ないから市川選手の方が。今もジェイス2枚だったじゃないですか、はい、これがジェイスとテフェリーとかあったらまたプレーの選択肢変わるんですけど。いや高橋さんの方がいっぱいキープアップっていうよりチャンスがあるんで、うん、今有利ってことですね。そうですね。キープアップユアフェイスですって。なのか、それかキープアップユアペースじゃないのとかいろいろありますけど。ユアペースか、うん。ギアを上げていくぞっていう。キープアップユアペース。なるほど。あれ日本語版だとあれ音声って日本語の声ついてるんですか。いや英語です。あ、そうなんですね、はい、アリーナ日本語版でも音声は英語なんですね。寂しいですね。いやだから日本語で本当にキッパペって言ってる可能性あ、ありますけど、うん、もうじゃあここら辺は石川さんが名乗りを上げて、僕テフェリーの子やりたいっす。いやちょっと荷が重いな、うん、テフェリーは。テフェリー荷が重い。せっかくね日本語版があるならね。いやそうですね、うん、さて高橋選手もこのジェイス使わなそうだなと上に置いとく、うん、まあ、最悪氷の補給とかされたらフェッチ切らずに引く。そうですね。されなかったらフェッチで戻そうかなみたいな感じですかね。これは現状もう土地の枚数も場の枚数も高橋選手が有利、うん、今はもう 8-2 ぐらいで高橋選手有利ですね。これもう 8-2 ぐらいで、じゃあもう、うん、8-2 言い過ぎたかもしれないけど、いやここから返すのは結構至難の技ですね。そのやはり市川選手の入っているカードの枚数、身の枚数が少ないのと、中小の魔導士がやっぱこの遺産がねずっと牽制してるんで、ちょっとこっから引いていいカード、逆転できるカードが少ないんですよね。なるほど、ライブラリーから引いてこれるか、うん、ドビンやってほしいって書いてますよ。あ、じゃあぜひドビンでドビンでお願いします。もう飛行機械トークン出す音とかもうやりますんで、はい、高橋選手は何を悩んでる。もう一回もうジェイス使いしてもいいからもう一回ブレインストームしようか悩んでる。これなんか 4マナここに並べてるんで、はい、もう一回ジェイス手札弱いからもうジェイス使いしてもいいからブレインストームしてカウンター構えたいなみたいな、そんな感じに見えるな。なんかもしくはテフェリー2枚目あるんでしたっけ。手札ですか。あ、手札手札テフェリーとジェイスたくさんありましたよ、ね、ありましたありました、いっぱいありました。テフェリーか、あ、ジェイスか、はいはい、もう使い捨てですね。もうとりあえず今手札にカウンターがないので逆転策を潰すためにカウンターを探しに行きたい。でブレインストーム、さらにブレインストーム、さあそうですね、うーん、まあ、ちょっと目指したものではないが、まあまあ、ギリギリみたいな。ティボルトはちょっとあれはあれで人気なんで土の個数ぐらいにしときたい。ティボルトはきっと滝村くんがやってくれるんじゃないかと。滝力がさあここでジェイスの出し直し。そうですね、もうこのジェイスはもう死なない、もうお互いブレインストームを打ち合うだけなので、うん、もう1枚手札からいなくなってもいいだろうと、うん、もう1回このブレインがこのターンできることの方の価値を取りました、ね、うん、もうなんか手札からもう渦巻く知識だと思うんですか、はい、うん、4マナで打ったってことですよね。やはりそうですね、やはりこういうもちろん市川選手みたいな形の方がまあ軽いんですが、うん、こういうミラーマッチになるとやっぱ重い方がちょっと重い方が強いんですよね、身が多い方が、はい、このたくさん引くお互いジェイスを引いてるのに片方だけ出していいカードがない状態になってるので、相当市川選手としては苦しいでしょうね、うん、この何を、俺はこのブレインストームで何を探せばいいんだ、まあ、多分一番引きたいのは何だろうな、謎めいた命令で一回バウンスアンドローするとか、うん、はい、そんぐらいかな。それぐらいしかないですか、もう。まあ、あとはその1枚のテフェリー、1枚の氷の補給みたいな、枚数が少ないんですよね。2つも1枚ずつですもんね、もう。さあここでオプト、しかもテフェリーと違ってまあ使い切りですからね、うん、その氷の補給とかは。
さあ、さあここで何か打ち消し等の、はい、丁寧にドローしてから渦巻く知識、うん、もういわゆる本橋さんはこのゲームに蓋をしていくような、はい、そうですね、もう今自分の方が有利なので、うん、こうやってもうカウンターをかき集めて、うん、この盤面を維持し続ければ自分が勝つ、うん、なぜなら自分はテフェリーがあり相手はテフェリーがない、うん、このままいけばテフェリーが最終的にプラスしてマイナスして相手の場がなくなるんで、はい、本当に高橋さんはさっきから一貫してカウンターを集めてます、うん、場が有利なので、でそしてそのカウンターも今2枚集まってきたところですか。そうですね、論理の娘とマナー漏出と呪文面抜きかな、うん、まあでもまあで市川さんの方が土地が伸びてないんでこの呪文面抜きとかマナー漏出もまだまだ刺さりそうなんですよね、うん、結構なぜかというと市川さんが不利だから、うん、市川さんが動くんですよ、うん、自分からマナーをね寝かせに行かないとと、はい、さて、さあ市川さんが動く時にはもうそろそろ動きたいですね、うん、市川選手もこのターンか次のターンぐらい動いてかないと、うん、テフェリーが4になってバウンスされるとテフェリー GS 対なしになっちゃうんで、うん、もうそろそろそのタイムリミットが近づいてるんですよね。さあ追い込まれてきたがどうだ、ま、今あ2マナ出してアンタップしたい、うん、ってやってたってああ、というのが今左手に現れたってことですかね。そうですね。うん。いや、多分市川さんはエンドにって言ったから、別に高橋さんがこのタップの仕草してなかったから、うん。え、別にそのまま浮かせてないでしょって言ったんかな。うん、まあちょっとわかんないですけど、うん、やりとりは。そんなやりとりに見えたんで。さあここでオプト。はい。さあ戦術して、まあ、トップに置いたのを、まあ、こちらやっぱボトムと。そうですね、もう探したいカードはもうテフェリーとリングぐらいの、うん、あで春章の魔導士と動いていきます。そうですね、もうそのテフェリーもしくはジェスどっちか減らしに行かないと、うん、この振り場を返すにはもう市川さんから動くしかない、うん、お互いもう春章はただのリーチと化してるのでほぼ、はい、さあここでさあ春章の魔導士の効果、はい、で高橋さんはそのこのここで、大阻止の遺産を使ってしまうと、うん、後でカウンター合戦で春章が生きるかもしれないからこのワンドロー分は見逃してやろうと、うん、それはよし、うん、まあ、そのこっちはテフェリーでずっとワンドローあるんで、はい、このオプトの1回ぐらいはドローしてもいいかなと、うん、それよりもカウンター合戦とかで春章を使われるのは嫌だからこのレリックはそういうとこまで取っておこうと。なるほど、うん、さあここでパス2エグザイル受けの道、さあこのままだと春章の魔導士は追放されてしまいます。結構市川さん的にこれ結構虎の子みたいなとこありますが、さあ追放されました。ベンデリオンかなと引きたいのはベンデ青命令テフェリー氷の補給あたりですかね、うん、やっぱそうジェイスはジェイスを昔はスタンダード時代はですね、はい、この完全におじさんですけど、うん、こういう場になったら両方のジェイス死んでたんですよね。ただ今はそういうルールじゃないためこういうお互いがジェイスを引き合うって、すごい場面ですよね。もうすごいですね。どういう世界観なのか分からないですけどもお互いジェイス引き合ってお互いテフなのみたいな、こういったいろいろプレインゾーカーの、ね、のルールの変遷といろいろありましたね、はい、本当に今名前が違ければ同じプリンゾーカータイプでも場に出ますもんね、はい、今そうですね、ガラクチャンドラチャンドラって並べたりとか、はい、リリアナリリアナみたいな、はい、できるようになりましたからね。リリアナリリアナが一番顕著ですね。そうですね、よく見ますよね。ベールのリリアナと最後の希望、うん、リリアナ一緒のデッキに入っていることが結構多いので、うん、さて高橋選手は、まあ、さらに今はまずテフェリーで引いただけですね、うん、もうここも本当にあれなんだ、うーんブレインしたかな。これからおお上ついに上、へえプラス意外ですね。これおおむねはゼロの、まあ、ブレインストームと言われるところを、まあ、そうですね。ここ
まあ理由があるとしたら、エンド前にベンデリオンから仕掛けられた時に3にしときたくない、うん、3だと殴ってきたら動かなきゃいけないんですよ。なので1回後にしとけばエンド前にベンデリオン、もうこんだけ手札あるんで、ベンデリオン3人衆されてもいいように1回出したみたいな。なるほど。もうあと手札多いくて、全部一応有効牌というかスペルなので、うん、3枚引いて2枚捨ててもディスカードになるっていう可能性もあるので、1回後にしとけばエンド前ベンデリオンで揺さぶっても大丈夫みたいな感じだと思いますがね。まあちょっと違和感ありましたけど、個人的には普通にずっとゼロを連打しててもいい気がしたの で、 で考えるところは、いわゆるそのビンデリオンの3でなくなるのを嫌がったっていう。そうですね。もしくはもう有利だからずっとプラス、もずっとプラスができないんだよな、相手がずっとブレインしてるから。ただ次はもうテフェリーがマイナスできちゃうんで、はい、そう考えるとここを守るためにはここもブレインストームしていいと思うんだけどな。うん、いやここ守れば勝つから、うん、ちょっとそこだけ、うん、悩ましいというか分かんないですね。うん、僕はブレインストームしそうなんで、うん、ブレインストーム派、うん、なるほどと思って、なんか別にハンドもそんなにすごい手札カウンターたくさんあるわけじゃなさそうですしね。なんか否認とか探しに行って渦巻く知識打ちそうに見えましたが、どうでしょうと。さあどうなるか。展開オプト選択を打って戦術1、さあボトムに送って、さあテフェリーはまあ1枚しか入ってないから全然来ないですね。そうですね、まあ、そこがやっぱ高橋選手と市川選手の今回のリストの、まあ、ミラーマッチの大きさですね。そのどっちが強いどっちが弱いじゃなくて、はい、それはもう対戦相手との相性の問題もあるので、はい、ただこのマッチにおいては高橋選手の方にちょっと分がありそうだなっていう。やっぱテフェリー引きたいですからね。いや引きたいですよ。だって強いですもん。市川選手は完全にこのジェイス4枚が今足を引っ張っちゃってますね。うん、どうしても、まあ、ジェイスお互い死なないせいで、はい、ジェイス、ね、2枚目3枚目4枚目って引いても仕方ないので、そこはまあちょっと差になってるんじゃないかな多分。さあ廃墟の地で廃墟の地を割りに行くと、市川さんは土地減るのが嫌なのでそのまま受けました、ね、高橋さんとしては廃墟の地余ってますし、相手の廃墟の地割っとけば、まあジェイスのシャッフルができない、はい、もしくはこの後列柱引いた時に列柱が生き残る、で廃墟の地まだ余ってるんで、はい、なんで相手の廃墟の地とこっちの廃墟の地で交換しておくのは高橋さん的にはプラス。なるほどなるほど。さあご自身の展開の列柱の生き残りもね考えての、そういう使い方もねいろいろあるんですね。本当にコメントでも難しいな、廃墟の地のタイミングみたいなことありましたから、難しいんですよねこのマッチ。そしてついにベンデリオン引いたかな、はい、これで、まあ、次のターン市川さんから動け、エンド前から動けて、これどうするかな。エンド前ベンで出して、高橋さんでも実はベンデリオン顔命令とかないから通るんだけど、あとは高橋さんの列柱が何枚使ってるかとかですね、お互い割り合ったと思うんで、ある程度は実はまだ全然ゲームわかんない。意外と高橋選手の手札が弱いので、リックは強い。ちょっとだけなんか光が見えてきたところもありますか、市川さんの方は。市川さんって2枚、ジェイスもう1枚持ってるんでしたっけ。ジェイスもう1枚持ってるなら、これは市川さんの手札は7枚なんで、ここで起動すると8枚になってディスカードになるので、まあ、どうせ打つからここで打っといた方がその1枚分ディスカードさせれるから。ああなるほどなるほど、っていう形ですね、ここはもう。まあ、高橋選手も土地が今手札が5枚でドローして6、ブレインしてなーなんで、まあ別にみたいな。あでも市川さんの手札ジェイス見えなかったですね。戻しブレインストームで戻したとかあるんですかね。ありえます。いやこれジェイスですよ、呪文はめの周り1枚は取ってあるはずですね。こっからテフェリーがもしかしたらジェイスバウンスしてくるかもしれないので、1枚はキープしておきたいですね。あ、引いた？さすがに引いてない。あ、引いてない。破壊されたかな？そのまま。なるほど。そのまま破壊されて。これを、ジェイスで乗っけたカードを引いてディスカードするぐらいなら、捨てた方がいい。この手札は変えたくないってことですね。
こうずっと左にテフェリーいるのに意外とゲーム続いてるなっていう。さてで、高橋選手はまあ相手でジェイス持ってるそうなんで、テフェリーでジェイスバウンスするんじゃなくて、もうこのテフェリーずっとプラスして差をどんどん広げることを選んでますと、うん、なるほど。でこれでまあベンディロン出てきても5と5だから大丈夫みたいな。うん、だからさっきの1回プラスしたのはすごいですね。その見切ってますね、相手の手札と今後の動きを考えて、あと自分の手札にルケの道ないから5にしといたっていう。いやすごいな、ずっと無理したのにあのターンだけ5にしましたからね。うん、もうそろそろベンでやろうっていう。はあ、ベンディリオン戻すのか。いやこのターンギデオン、あエンド前ベンディリオンから次のターンギデオンにして、このギデオンは見せない。うん、これ多分エンドにギデオンがベンディリオン来ることを考えて何を残すか今考えてるんですね。だからこのギデオン抜かれそうだから、このベンディリオン、ギデオン上に置いとこうかなって今やってましたね多分。いやもう、じゃあもうベンディリオンがもう見えてるんですね、もうっていうプレーに見えますね。そのさっきから一貫して、すごいな。あーすごいですね。さあここでどうするかですよね。ちょっとね、僕らもちょっとボリュームを下げ目にちょっと今からね、はい、やりますので、はい、ちょっともう店内が静かになってきたので、ま、声がね通るもので、なのでちょっとご了承ください、はい、皆様ください。今ボリュームを下げ始めました、なるほどね。難しい。はい、これは下をオプトで普通に引いた。なんだろう、なんだろう、このプレイはなんだろう。いやーなんだろうな、今のわかんないな。あ、これスタックでベンディリオン出すの、はい、もう市川さん的にはこの仕掛けがほぼもうここの前後。まだか、一応テフェリーバウンスとかもしてこなかったから、ずっとまだテフェリー残ってるだけなんで、お、キープして公開しましたね。はい、公開していきましたよと。さあこちらベンディリオン三人衆、先ほどのね、まあ、攻防で、はい、もうまあ、キーとなる1枚と。しかし、まあ、ギデオンを下に落とさず、そう、いや上置いたのに選択を打ったのは、ちょっと分かんないな。今選択打つ必要見せ なさそうだったんで、今のだけちょっと分かんないですね。多分ミスっちゃったんじゃないかな。そんな気はしますけどね。まあ、ちょっとさすがにもう長い、もうこのマッチ、ね、1時間ぐらいやってるのかな、このマッチ自体が。1時間以上やってますよね、多分。そうですね、開始が10時5分だったので。そっか、もう1時間半ぐらいですか。なかなか長丁場になってますね。疲労は出てくると思います。何が送られた？ベンギデオンかな？どれが送られた？あ、ギデオンやっぱ怒られましたね。なんで、多分ベンディリオン、ベンディリオン、なんだ、あ、はい、そこでテフェリーでアンタップしたのか、どちら。だから、そう、ギデオンを見せたくなかったんじゃないかな、多分。高橋さん、まあ、難しいですね、今。そうですよ、もう1時間半近くやってますから。そう、春章用に、まあ、オプトを墓地に置きたかったのあるんですが、どうだろうな、難しいですね。こうなると実はまた高橋さんからプレイできるカードもあまりないので、またカウンターを溜め込んでこのテフェリー奥義まで行かなきゃいけないので、だいぶ長くなりそうですね。いやそうですよ、井川さんもプレイした後にここに駆けつけてくれてという形ですから。そうですね、井川さんも疲れましたね正直いや大事です、そういう正直なことは、はい、ちゃんと言った方がいいです。お仕事なので、はい、でもまあ、でもちなみに僕
見てるの楽しくて、やるのも喋るのも好きなんで、うん、疲れてはいますけど、全く苦じゃないですね。ああ、やっぱ楽しいですからね、うん、マジック。で、あと5時間このマッチ解説できますね。はい、うん。あ、ちょっと BGM が鳴り始めて。そうですね。よかったです。はい。か、ベンデリオン、青メルに対してさらにベンデリオン。高橋さんは今、除去がないので、あのベンデリオン、場でブロックしたいんですよね。ちょっとそのついに高橋選手の手札もあのハードソフトカウンターっていうんですかね、その弱いカウンターばっかりになっちゃってるので、うん、はい、実は結構厳しいっていう。ん、大丈夫ですかね、これなんか終了す、なんかコマンド出てきましたけど、大丈夫ですかこれ。3秒待ってます。あ、怖い。え、大丈夫これ、なんかなっちゃう、大丈夫。え、何、大丈夫。あ、びっくりした、よかった。びっくりした、画面が爆発するのかと思いました、ね。さて、いやー、これ結構、まあでもこれ覚悟はしてましたね。まあそうですね、はい、はい、もう上位のデッキ見て、まあ特にやはり高橋選手、市川選手は名手なので、そうですね、強者は勝ってくるだろうとも思っていたので、ある程度の我々も気持ちというかね、はい、体もそうですけど、ストレッチというかね、ちょっと伸ばしてね、はい、はい、なんで僕ちゃんと決勝の前にレッドブル買ってきました、買ってきましたからね。さすが。そして溜め込んでた市川選手の方がむしろ手札が強い。プレンズオーカーいるけど手札が弱い高橋、バーサスプレンズオーカーいないが手札が強い市川。さあ結果やいかにというところで、なるほど、もうここは、はい、払わせてピアースでもこの2枚使って無理やり通す。かな。でオプトを打ちたいのかな。これでフルーツ3マナ寝かせた上で、呪文貫きして、選択打って流刑の道を探すかな。さあコメントではライブラリーの薄さも、ライブラリー、あ、ベンデリオンは追放ですね。うん、まあそんなにゲームに影響しないとは思いますが、追放ですね。そうですね、ハレリアさんは最高の勢いですからね。間違いないです。保証します。こう言って、視聴者から、はい、そうなんだって言って、もう引くに引けない状況を作ってるわけですね、井川さん。作詞と言わんばかりですけども。さて、マナーリークは今どうなった。マナーリークはカウンターされた後に今から春章で、あ、もう一回呪文はめ打つのか。あの春章に呪文派の強いですね。さあ2マナの呪文打ち消すぜと。この春書の魔導士を打ち消せるカードってほとんどないんですよ。あの謎めいた命令ぐらいしかなくて、あ、そうですね、ベンディロの時も言ったんですけど、その否認とか呪文貫きみたいな確定カウンターがないんですけど、あの呪文派名だけ特別な存在なんですよね。カウンターも消して春書も消せる、はい、なのであれ1枚入ってるのはかなりでかいですね。ロジックノットもう打ってるから、まあ多分大丈夫ですね。でここにピアス、そうピアスを当ててと。すごいな。お、あ、ここでこの何に打つんだ、外科的適質を何に打つのか、どこに何に打つんだ。お、じゃあちょっと多分リソース見始めます、見るんじゃないかな。何に打ったんだ、選択か、その春章がターゲットに取った選択に打ちましたね。それに対して今で選択を打ちたいと、まあ、だからこのベンデリオンのアタックは通るけどっていう、まあ、2位減った、これ高橋さんも結構遠くなりましたね。やはりそうですね、このギデオン、やはりギデオンが下に行ってしまったのが、これフェッチ切ってからの方が良さそうだけどな。その一番下にギデオンがあるんで今一番欲しい、はい、うん、フェッチしてから選択の方がいい気がするんだけど、どうでしょう。でもまあジェイス用の取っときたいのかな、まあジェイス用のブレインストーム用に取っときたいのかな、このフェッチ。なんかライブラリーシャッフルしても良そうですけどね。本当にギデオン引きたいんで今。オプトで引いて下に行ってしまったギデオンですよね。そうですね、引いてっていうかあれですね、あのベンディロンで送られたギデオン。送られて、送られて。さて、てかこの長時間やってる彼らが一番すごい。プロツアーでもこんな長いマッチそうないですからね。やっぱそのトップ8とかでも。あ、パスでシャッフルしてるか。失礼しました。なるほど。だったら大丈夫ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ボケてました。さあ、ここで、じゃあもう、
ギデオン早く来てくれって感じですかね。そうですね、ギデオンかな。まあここで引きたいのは、うん、ああでもすごい、ここで急にまあパスと青命令と春章ともう引きたいものめっちゃ引いたんで、うん、おーすごい、めちゃくちゃハンドが急に急にまあもう中身もないですからね、デッキの中身も、うん、さあここでパスとエグザイル流刑の道を春章の魔導士に打ちます。もうあれか、基本地形ないか。うん、島6平地にできってますね、高橋さん。うん、1、2、3、4、5、6、7、8、うん、できってるわ。だから、シャッフルはしたけど、持ってこなかった。え、今何、春章にパス、はい、流刑の道を打ちました。ってことは、この春章が今殴るのか、ジェスに。ってことかな。さあまあ、見た目ベンデリオンに打つのかなと思ったんですけど3だし今うん、いやすごいな こんだけのこの対戦相手とこの時間やるの楽しいだろうな。いやそうですよね要はもう、うん、あして新勝パスか。強い強い同士で、はい、ひりつく戦いをずっとやってるわけですからね。楽しそうだな、疲れるだろうけど、うん、これついに、あもう幽霊が、そうですね、ついにもう土地がなくなったので、ね、基本地形が、うん、もう幽霊街も使って不毛の大地をしてくるよと、うん、徐々に高橋さんの場が急に強くなりました、ねうん、さあ殴りに行った、ジェスかな、あプレイヤーだ、もうプレイヤーライフは残り4、もう6だったんで、これで春章春章で殴り切る、うん、はい、もうこんなにジェイスがね、お互いの場に残ってたゲーム僕見たことないんですけど、うん、テフェリーもずっと残ってますもんね。そうですね、なんかこんなにプレンズウォーカーがお互い残ってるゲームってほとんど見たことない、うん、はい、であとはもうさあバンバン割っていきます。もう高橋さんはもうあれですね、あとはもうできることは市川さんのマナをどんどん潰して逆転の目だけ減らすと、うん、うん、さあ今すごいな、こんなゲームになるのか、青白、お互いジェイスブレインストームし合って全部打ち食り合ってみたいな、うん、ここまでの熱戦したことないんですよね、うん、僕も今マジックオンラインで回したんですけど、うん、青白、さあ間もなく決着の時なのか、タイムリー入れてないか、あ氷の高級は、ここで氷の高級、あでもまあでもテフェリーで1回回せるか、うん、しかし高橋さんの手札、青謎めいた命令が2枚あるけど実は1回しか打てない、うん、なぜならフェッチから持ってこれるアンドはすでにないため、ないと7マナ8マナあるように見えて7マナしかない、うん、さあ残りライフは4、このライフの4をどう詰めていくか、どうだろうな、まあ、タイムリー入れてないんだろうな、うん、きっと、まあ、入れない人もいるんで、僕は結構こういう春章芸に強いんでタイムリー1枚だけ入れるの好きなんですけど、うんうん、まあ、そこは結構宗教もありますからね。へえ、サイドボーディングは結構どういうプラン見るかとか、うん、どういったゲームを見るかで結構人によって違うので、うん、まあ、同じリスト使っても結構いろんな通りがあります、うん、はい、さあ氷の補給、これだとまあ一応これが場に出れば、まあ、もう一旦残る、テフェリーが場に残ったとしても、うん、カウンター、さあはい、カウンターオンドローかな、お、しかし一番カウンターオンドローがある、熱戦、うん、大激戦、いやすごい、さあ謎めいた命令を打ち合って、このターン、あ、高橋さん8マナあったのか、8マナあったのか、 ありましたね、マナレク、おお、ここでまたしても打ち消し合戦、ドローして、でリングが出て春章2体がいなくなると、うん、これでもあれですね、テフェリーが今3なので1回プラスした後バウンスだったら OK か、うん、なので市川さん的にはまだ全然油断できない、一旦後にはテフェリーがおりゃって言って、春章バッて言って、なんなら青命令とか、ね、この墓地のカードたちがフラッシュバックついちゃうんで、いや、ものすごい力を発揮する春章の魔導士が出てくるわけですね。うん、ここを
もう、もう使いましたね。うん、あ、2枚目のアクティビがあるので、ね、うん、ここ1回バウンスして出して何にするのかな。さあ何使いましょうかと。青命令、青命令か。青命令、青命令。あ、一回ジェイスバウンスするかな、その出し直させる。そうですね。うん、こうやってやるとその次逆転の目が詰まれる。うん、ジェイスを一回出してからじゃないと目になるので。うん、さあさらに。そう、春章もこの青命令はどうするんだ。テフェリー出してアンタッ、あ、でもギドンか。ギドンでいいか、このダンスなのに。あ、もうギドンも今引いてるんですね。うん、あ、ブレインしてから。うん、あーってこれでもう列中もある、うん、これはついにこの長き戦いに終止符が打たれるか、ついにこのコントロール合戦に終わりが。さあ戦いはもう1時間35分1時間半ぐらいですね。はい、回りました。うん、1本目からすべて熱戦熱戦ですからね。うん、高橋さん対もうゲイリーさんがもう遠い過去のようですね。いやだいぶ遠いですよ、そう考えてみたら。ギデオン、ここでギデオン、うわ、やはり身が多い、身が多いとやはりドロー、うん、こんだけお互いドローし合うと中身の勝負ですね。どこまで行ってももう詰めろですね。ギデオンに対処しろ、春章に対処しろ、列中に対処しろの全部に対処しろなんで、そんなに対処できません。ドローで、そうですね、ギルランはもうペイ2もできないんで、うん、多分ライフ4しかなくて、うん、うん、さあギデオンは22の騎士警戒トークンを出してますかね。はい、うん、あのサイコロがトークンです。同盟者トークン。さあ、これ勝者インタビューはなしですか。でコメント来てますね。コメントが来てます。まあちょっと上の人に聞いてみましょう、担当者の方に。ええ、あります、ね、あります。終わったからってはすぐに返しませんよ。返しませんよ。はい、やはりね、勝った方の話はちゃんと聞きたいですから。ジェイスが出てブレインして、しかし残りのこの少ないゴマナで、うん、あ、でも大気の地はある。しかし見た目謎めいた命令ぐらいでしか対処できなそうですけどね。フルタップワンドローでしか、うん、フルタップバウンスか。あ、これは、今さら遅い払拭。払拭、こんなに溜まってたのか。あ、ベンデリオン、いやーと、うーん、あー、失礼しました。警戒はなかったですね、特に。わ、これはもう、これはさすがにさばけないか。さあギデオン自身もクリーチャーとなって殴ってきたりしますからね。はい、そして、高橋さんは、そうですね、市川さんの使ったルケの道の枚数などを数えてますね。もうこっからこの残りのマナでどんだけさばかれるかなを考えてます。さあここ高橋優太選手にターンが戻ってきました。まあブレインストームしてもう盤石にしてから、おお強い、パーフェクト、まだこんなに結構こんなにまだ身残ってたんだ。ありましたね、結構使い切ってたと思ったんですけど、あんだけ打ち合ってたんで、高橋さん結構じゃあ身引いてなかったんですね、やっぱ途中ちょっと寂しい時とかも何かなかったんで、はい、うん、さあ、いったって。どうですか？どうですか？やったのか？はい。ということで、見事神への挑戦権をゲットしたのは高橋優太選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。